こんにちは、カイチです。では、ゼルダやっていきますね。ここまでの動画をご視聴いただいている皆さん、お帰りなさい。なんか敵を発見したんですよね。で、やっぱりね、ゲームをしてない間にいろいろ考えることができるんですよね。で、ゲームしてないだけでなくて、僕の場合はこう、取り込んだ動画を編集しますから。編集してると、焚き火発見。そうするとなんか、やってる時は気づかなかったことも気づけたりしたんで、ちょっとね、また敵の砦が出たら、試したいことが増えました。ここに思いっきり基本操作書いてあるね。しゃがむって移動するやつを押し込めばよかったんだ。特殊アクション。ああ。まだいっぱいある。よし。え？うっそー。見つかる？でもね、見つかっていいかもしれん。いいね。これ。これをやりたいんだよ。痛い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 。ほら、もう瀕死になってる。爆弾作戦。名付けて、おびき出してドン。で、ここに焚き火があって、あそこに爆弾があるってことは、多分なんか燃やして投げて爆発させてもいいんだろうね。なるほど。じゃあ、向こうを向いてる間に行こう。今だ。気づく？あれ、気づきます？よいしょ、よいしょ、よいしょ。違う。角とかもいいですね。弓ももういいかな。炎の矢。なんかありそうな雰囲気。こんばんはね。弓。この上には登らなさそう。登れそう。どこ？ここ。
初めて来たとこかな。まあ、多分そうだよね。あそこまでならなんとか登れそう。めちゃ気になるな、あれ。壁伝いだな。何あれ。うわぁ、よう素手でも登るよね。こっから横行くわけだけど、行けそうですか。行けそうだね。気をつけてね。そろそろ降りていい。よし。何これ、はめろってこと。ちょっとね、不用意には、やめてみる。はめるしか。何あれ、模様があるけど関係ないかな。不器用なリンク、こうこう置けばいいんだよ。ほい。ああ、ああ、じゃあこれ落ちたらね。違う違う違う。初めからこれやれよ。おう、なに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 、うわ見つかった。コログ、コログって名前書いてある。あれ、ポックリンかと思ってびっくりしちゃったよ。君、僕が見えるの。僕はコログ、森の妖精さ。あ、そうだ、ポックリンにあったらこれを返しといて。コログの実、ちょっと匂う。ああそうそう、僕の仲間はいろんなところに隠れている。怪しいところがあったら探してみてね。ミニゲーム的なものですな、これ。またね。またね。ジャンプ。うわー、しまったー。リンク、ごめん。落ち、高いところから落ちるとダメージを受ける。高さによっては即死することもあるので、崖際では注意が必要だ。でも行けると思うんだよね、この距離。リンク、もう一回行ってみない？はっ、だよね。あ、ちょっとあのジャンプの距離を見余ったね。スタミナめっちゃ少ないな。あれかな、持ってる道具が多いと減りやすいとか。もともとこんな、こんな感じだったよね。さあさあさあ、なんか珍しい道具があるといいな。誰かがいた形跡があるじゃないか。敵か。あ、こっから攻撃することもできたわけだ。え、上から来ることなんてあるか。これリンゴだよね、どうせ。あ、なんかありそう。これじゃない。未だに早いなりそう。ないねー、ポムポムソウの実。
と普通にね、獣肉持ってないんだよね。あのイノシシを、これ焼いてあるしね。イノシシを狩るっていうこともしなきゃいけない。やることだらけだ。崖登らなくてもこっから来れたんだ。そうか。よし、じゃあ上がない。すごい身体能力だ。はっ、もしや行ける、あれこっちから回ったら行けてたってこと。あ、こういうルート。このバツって何、倒れた場所。そんなのがマーキングされるの。もうこれ行けそうだな、次の方から。そう、なんかね、橋とかなんかある。あれマーキングしてないんじゃない。これマーキングしちゃう、ややこしくなるかな。よし、後々攻略するときに。マップ外先手を打った感じだね。こっちの方がいいのか。いけないかな。ちょっと遠そう、遠そうではあるけど、行けなくもないんじゃない。どう？またなんかグランドキャニオンみたいなところが現れたな。あれ何？ああ塔、出現させた塔だよね。あそこでマップ手に入れられるわけだね、多分。めっちゃカミカミになったけど、今。そうそうそう。さっきのお話の続きで。なんかこう人工的なものがある割には人がいないんですよ。おじいさんしかいない。あとはああいう人たちしかいない。さあ、僕がやりたい作戦はですね、武器をいろいろ節約でき、かつ威力の高い、爆弾作戦です。見つかっていいんですよ。来いよ。降りてこないんだ。
痕跡か。あれを落としたらはしごが降りて彼らもこっち来れると。でも矢を使うのもな。これじゃない？ポンポンソの。あ、ポカポカそうよ。発見。よし、これでようやく1個目の材料が見つかったな。よし。よし。失敗いっぱいするだろうから。もう思いっきり唐辛子じゃん、これ。ポカポカソの実ね。取れるだけ取っとこう。君たち、矢使いたくないんだけどな。使いたくないけど、使っちゃう？なんか使わずにあれ落とせないかな。違う、こっちじゃない。ペレペン。うえ！あ、食らったわけじゃない。これじゃなくてこれじゃなくて、こうしてハッスルする、ハッスル。もう一丁ね。12本しかないんだよ。貴重なんだよ。で、これだ。大体、来いよ。この野郎。ブラー！来い来い来い。追いかけてくるんだ。それが俺の目的だからよ。タフだな。戦慣れしてきた。チェスト。タフだね。よし。なになに。ボコブリの肝。ああ、確かに肝ったまわりそうな強いやつだったな。でもノーダメージで倒したよね。よし。もうあれを考えてたんですよ、あの作戦を。兵士の剣。使えると思って。使えたね。ほら、この卑怯者。卑怯者。あの鳴き声を聞くとなんかやりすぎだなって思っちゃうんだよな。そこまでやる必要ないよねっていうね。だって向こうからしたら琥珀、樹脂の化石、装飾品や攻撃にも使われてきて、なんか普通のね、日常を送ってるだけだもんね。のんびりしてたらリンクがやってきてボコボコにされるっていうね。川だ。魚、魚系がここで手に入るんじゃない？何これ。わあ、うひゃー、うひゃーだね。あー、寂しい寂しい寂しい。あー、引き上げよう。鍋、鍋、あ、これ
まだ使えない。そうそうそう、チュチュゼリーも気になるな。なんか、水系だから使えなくもないんじゃないかなって思うんですが、やっぱりこの数字ってこう耐久度だろうね。キコルの3、攻撃力かな、普通に。あ、攻撃力か。そういや、これさ、マーキングしてさ、このマーキングになんか意味とか入れれるんかな。ダメか。なんか、このポカポカ層のありかとか言ってマーキングしときたいけどね。あ、覚えとこう。この辺ね。よし。そんなんで大丈夫。そんなんで大丈夫なんですよ。動画撮ってると、自分の動画見直せばいいんで、結構便利なんですよね。あ、敵の拠点だ。もうおびき寄せて土管作戦で、一本書いてますんで。ちょっと、初めて、こう、スニーキングしてみますか。だから、あの高台にいる子を最初に行くっていう作戦を取らなくていいんですよ。なんなら見つかっていい。呼べよ。仲間を呼ぶ。はいはいはい、みんな急いで。ドン。この距離だと撃てないよ。どうなのこれは。いけるか。いけない。そしてなんかアイテムが吹っ飛んだかな。ほい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 。カレー、カレーですよ、これは。やっぱね、作戦がいりますよね、このバトルには。作戦成功。成功。そう、矢もね、節約できて、なんなら矢を手に入れちゃうと。武器ポーチはいっぱい。そう、矢が大事。鍋。あれ、料理で。焼き、ああ、これ、これからバスだよ、バス。やっぱりバス。バスがどっかで手に入るんだよ。バス。バス。何回言うんだってね。これ多分、角とか複数持てるんだろうな。今何個あるんだ。ああ、こんなにいっぱい持てるんだ弓。これをあれ、まさかまだ宝箱開けてない感じ。宝箱完全に忘れてたな。琥珀。なんかやたらこの鉱石が多いな。これ何に使うんだろう。あ、こうやって縦にしていく。わからん。さあ、また寒いところに来た。やっぱ行けないか。ただバス。
バス。ねえ、バスの場所知らない君。ダメージ食らったんだよな、寒いから。なんかの塔がある。全然さっき気づかなかったな。無理だね。バスどうやって捕まえるの？あそこで焼いてたってことはどっかで捕まえられる。そして川もある。釣り竿はない。餌もない。バス光ってる。ん？光ってないか。いや寒いだろうけど、バスがいる。バスが。いた。帰らそう。いやー、これしかないね。獣肉、ポカポカそう。バス。なんで三階丼ができるわ。問題はどこで手に入れるかっていう話なんだよね。あんな高台で焼いてたわけだから。意外にこれを使って何かするのかもしれないな。まだこっち来てなかったのか。おー、なんか危ない。あ、なんかこっち行ったらありそうじゃない？爆弾丸いやつだと多分転がってっちゃうと思うんですよね。いや起きろ起きろ、ここだよ。さあ武器持って、ほい。仲間の武器持つ。まあいいんだけどさ。もう肉食べちゃうかな、これ。ちょうどそれぐらい減ってるしね。
まさかとは思うけど、焼きバスを鍋に入れるっていう話、まさかとは思うけど。寒いところにまた来たね。しゃがめリンク、獣肉だぞ。どうしよう、多分一撃じゃ倒せんし、攻撃力高いやつでいこう。どれぐらいで気づかれるんだろうね。静かホタル、いいよ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 、かなりいいよ。おーくそー、うっそー、あ、じゃあ、マジで矢しかないんだ。近接戦闘ダメだな、しゃがんでも。まあ、その情報は今後生きるね。ただ一発でやられないんだよな。爆弾矢？爆弾矢で行く？なんかゲームボーイ版みたいにさ、その爆弾を、あ、投げれるんだ。あ、そうそう、もう一個テストしたかったんだよな。これを、まあ、投げてもいいんだけど、あ、いいね、転がってくね。あ、これいいじゃん。どこ行った？いた、敵がいた。まあそれはハテナだな。まあハテナじゃないんだけどね、あの命に関わる。面白っ。いやいやいや、おお、戦闘態勢、どこからかわからんが敵襲を受けているぞと。ここだよ。申し訳ない、申し訳ない。まあ向こうはね、ほんとのんびり生きてただけだから、何の落ち度もないですよ。ああ、そうそう。で、テストしたいのは、蹴れるかどうかなんだよね、これを。こう、蹴って転がせないのかな。あ、持つことはできるんだ。あ、じゅじゅじゅ。これ蹴れないの、こうやって。蹴れないかな。やっぱりこんなところだと四角の方がいいな。焼きバスか、でも焼きバス？あ、でも料理カテゴリーだから、これ多分素材になんないね。まあやっぱりバスを手に入れないか。で、バスは、こんなピチャピチャなとこにはいないよね。
非常にこの辺の匂いがするよね。ちょっとダッシュで行ってみる。ちょっとさ、何？何？白チュチュゼリー、アイスチュチュにそっくりなプルプルした塊もあり、持ってみるとひんやりしてちょっと気持ちいい。叩くと破裂してる液を撒き散らす。めっちゃ凍ったよ今。チュチュチュ、なんかバスバスバス、溺れる？あ、泳げるじゃん。一瞬泳いだのは何だったんだ。あれ倒してない状態か。じゃあ白チュチュゼリーも持ってないな。この辺じゃバスは無理だねきっと。うん、嘘、こんな近くまで来た。ここ真上だよ。全く意味がわからない。海星の蔵って来たことあるとこじゃないの？いいや。ちょっと現在地これバグってない？この辺だよね、多分。まあ割とこういう感じで道中全部動画に収録しちゃいますけども、あ、違う違う違う、プロセスが楽しいのか分かんないですけど、プロセス大事だと思うんですよね。キングダムニューランズっていうあのスマホゲームの実況をした時、1時間ぐらいプレイしたやつを15分とかにこうバチバチって切ってアップしてたりしたんですけど、見直してみると要所要所大事なところは載ってるんですが、なんだろうな、なんでその決断に至ったのかっていうところが分かんなくて、まあ撮った自分は分かるからいいんですけど、やっぱそういうの大事だなと。なので、まあ悪く言えばダラダラ動画になるんですが、割とノーカットでいこうと思います。そしてあれも気になってたんですよね、緑色。ちょっとねこの辺にそのバスがいるっていう
感じしないんで。戻りましょうか。この高さならいけるかな。やめとこうか。でもようやくポカポカ層が手に入ってよかったな。トカゲがいる。あ、もう逃げちゃった。ちょっとね、イノシシにも爆弾作戦をやろうと思うんだけど、その走っていく道に仕掛けるのはとても難しいと思うんですよね。現実的なのはやっぱ嫌かな。イノシシ。処理落ちがすごいな。いろいろ、いや、こんな世界をね作り出すっていうのはすごいな。なんかはてな、忍びだけ夜になると静かに光る不思議なキノコ。気づかんかった。なんか気配だけはしたけど気がつかんかったよ。くそ。待て、忍びそう。忍び寄れるんじゃないの。物音を立てずに行動できるようになると、これはキーだな。これで近づいて一撃必殺の兵士の剣で攻撃すると。しかしとりあえず嫌で行こう。この辺まで許容範囲。あ、違う。これも違う。これじゃない。この辺に一応出口戦略として仕掛けといて、あんなもんあったらんと思うけど。あっち走ってけばいいけどね。この距離ならいけるよ。おお、リンク、リンク2発、2発。よし、2発か。そんなに難しい話じゃなかったな。緑色を目指すか。こっちか。
バスなんだよな。いいよいいよ、2つ材料揃ったから、もう一個もう一個、またどっかいるでしょ、どうせ。いきなりどっかにいるでしょ。ほら、来た来た来た、2発、すげえ。あれ気づくんだ。違う、この辺から煙が。あった。何これ、あ、旅人の意味。カリードがここにいたんだろうね。これおじいさんでしょ、多分。なんと、いた、近くにもいた。弓のしなる音で彼らは気がついちゃう。ヘッドショット。あっ、しまった、やるね。でもあれを、あれな、そうです。こっからはもう、近すぎる、近す、匂いか。いけそう。よし、2個、よし、3個だね、合計。いい感じ。あとはバス、バス。ここにも一応あるのか。バスが難関だな。こっちにある店に行ってみようか。ちょっと長めの動画になっちゃうけど、こっちか。
ありそう。いそうじゃない。あ、いる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 。いる。これゲットできる。ね。ちゅう。来たんじゃないこれ。来たっしょこれ。このどこまで泳げるのかっていうのは全く分からんけど。おい、もうあと一匹ぐらい欲しいな。すごい溺れ死んじゃうから。やったー。あー、いかん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 。ちょっとこの溺れるルールだけ教えてほしいけどね。どれまで。やったー、やったー、やったよ。綺麗だね、ちゃんと水面に。もうほんとリアル。すっごい太陽が反射してるわ、夕日が。あ、ちょっと夕日が普通に綺麗じゃん、これ。黄昏れてるね。黄昏れてるわ。めっちゃ跳ねてる。あ、この規模だったら溺れないとかあるのかな。いやでもすごい規模で溺れたかな。失敗した時用にもう一匹。ちょっとこれね、君だ。よし、よし。ということで、もうかなり諦めてた素材集め完了ですね。おそらくね、バスじゃないかもしれない。一応3階ってなってて海のもんじゃないんで違うかもしれないけど、そうな気がする。ということで、素材は一旦これで勝負しようっていうのが見つかったので、ちょっとおじいさんのとこ行って料理して、これなのかどうかというのを見てもらおうと思います。ちょっと長めの動画になりましたが、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございましたって2回目言ったのかな。まあいいや。